どうもイシンです今日はね CB にコンドルハンドルがついてるんでそれの紹介したいと思います。なかなかねコンドルハンドルつけるのみんな難しいってことでねなんかいろいろ調べてもなかなかないんですけどね自分はねこうやってスペーサーかませてそれもスペーサーこうやってねオフセット。 オフセットするタイプのスペーサーをうまく使って、まあ、前に出ちゃうんですけどそれでうまくつけることによってハンドルいっぱい切っても当たらないねギリギリだけど、まあ、こけたら多分タンク潰れちゃうけど一応車検通るようなね形にしてあります一応構造変更も出してます、まあ、こんな感じでね 結構、垂れ角もいいんじゃないかな。結構、自分的には気に入ってる角度なんですけどね。なかなかね、セパハン組むにしてもね、このタンクのこの部分がね、出っ張ってるんで当たっちゃうんでね、まあ、こういう風な対策してうまくつけてます。えメーカーはハリケーンのコンドルハンドルつけてます。 まあブレーキ類とかねミラーとかは純正そのまんまうまく使ってケーブルも純正のままで対応できたんでうまくつけてますまたがって乗ってみた感じまあ自分の場合はね変に負担がないんでいい感じになってますねでねちょっとハンドルに振動が結構来るんでまあ上と つけててちょっと対策してますねそうっすねこれないと結構手がしびれちゃうぐらい振動するんでまあよかったら皆さん是非参考にしてやってみてくださいいいねそれじゃまたねー